3パステルスターは、その名の通りパステルカラーのかわいい花火で3層の夜空に彩りを加えます。 V 字型に打ち出される星打ち、今回初登場の演出にもご注目ください。それではどうぞ。Thank you.
お花畑です。
さて、ここ山東は宇津木の姫原町の町としても知られています。県の天然記念物である宇津木の姫原町の群生地で知られる学音寺では、宇津木の花が咲く5月中旬から6月下旬頃まで姫原町が盛んに飛び交う様子が見られます。このシリーズではいろいろな花の蜜に吸い寄せられたかわいい蜜蜂がまるで踊っているかのように群がる様子を表現しました。それではシリーズ7、ミツバチのダンス、ご覧ください。
きっと皆様の心を揺さぶることでしょう。それではシリーズ8、情熱の空、ご覧ください。豊かに実った作物を表現し、今年も但馬の国の五穀豊穣を記念します。やがて夏が過ぎれば実りの秋、但馬まほろば緑の三島、さあござれ五穀豊穣、さあござれと色とりどりの花火を祭りのにぎわいのように晴れやかに打ち上げていきましょう。例年ご参加いただいている皆さんはご存知ですよね。私の五穀豊穣の後にさあござれと元気よく皆様ご発声をお願いします。皆様のお声で
花火も勢いづきますよ。よろしいですか？それでは掛け声参りましょう。五穀豊穣、さあごめん。この大地と豊かな緑、木々を抜ける爽やかな緑の風、これこそが我が町三島のかけがえのない宝物ではないでしょうか。そんな私たちの町三島の宝物を、金銀のあふれる光のシャワー、そして山々にこだまする音で表現する金銀の大幕府、さあフィナーレにふさわしい大スターワインとナイアガラに酔いしれていただきましょう。
して今宵私たちを楽しませてくれたたくさんの花火に感